どうも皆さんこんにちは。それでは今回も早速やっていきたいと思います。早速なんですが、皆さんが恋人または結婚相手に求める条件って何かありますか？特定の、例えば見た目がいいとか顔がいいとか、ね、背が高い低いとか、あとは何でしょう性格がすごくいい、優しいとか、よく笑うとか、またお金持ってるとか、まあ人によってそれぞれたくさんあると思うんですけど、今日はそんな話したいと思います。紹介するのはプラチナの結婚指輪、この時の兆しという本に、短編集なんですけど、たくさん話が入ってるんですけど、その中の一つを紹介したいと思います。で、この物語、中国の話なんですけど、この時の兆しも、ね、中国の話を、中国語で書かれた話をまとめてるので、中国が舞台のところ多いんですけど、主人公はスーロンという30歳の男性なんですよ。で、この人独身なんですね。で、一人っ子、結婚相手探してるんですよ。で、実家に、そのスーロンが実家に、実家村の田舎にある村なんですけど、そこに帰ってくるところから始まるんですけど、今回こそは、で、もう奥さん欲しいから結婚指輪買ったんですよ。プラチナの結婚指輪ね、ダイヤモンドがハマってるの買ったんですけど、それと5000元お金ですね、中国の、思って実家に帰って両親に言うんですよ。今回こそは僕結婚したい、お嫁さんをゲットできると思うよって言ったんですけど、ダメだダメだ言われるんですね、お前。なぜかというと、まず一つ、物価はどんどん低くなってるんですけど、お嫁さんをもらうお金、結婚料金はどん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 高くなってるって言うんですね。で、仲介人みたいな存在もいるんですけど、その人に払う、仲介人に払うお金もなんか高騰してると。だからなぜか物価下がってるのに、なぜかその結婚費用だけは高くなってる。それはおかしいんですけど、だからお金が全然足んない、5000円じゃまだ。しかもそれだけじゃない、男と男性と女性の割合が違うんですよ。男性が145人に対して女性が100人にしかいない、男性の方が多いんですね。だから自然にどうしても男性は溢れてしまうんですよ。だからなかなか結婚できない、そういう時代の話なんですね。で、くっそーってスーロン落ち込むんですよ。こんなんなら、あ、いいこと思いついたっつって、ね、他に手があるって言うんですよ。それは何かというと、この作品 SF 作品です。他の星と、地球以外の星と交易ができる宇宙人がいるんですよ。宇宙人、まあ地球からしたら宇宙人がいるんですね。で、他の星の人でもいいんじゃないかスーロン思ったんですよ。で、制裁婚姻っていう、あの星に国際の際ですね、制裁婚姻仲介所ってところに行くんですよ。他の星の人を、女性を紹介してくれるところに行ったんですね。すると、なかなか癖の強いビジネスマンが出てくるんです。いやー、ようこそいらっしゃいましたすごいセールストークされるんですけど、実際どんな人がいるのかな、いろいろパンフレット見させてもらえる。いやー、この成人なんてどうですか、あ、この成人も素晴らしいですよ、お客様の条件聞かせていただけないでしょう、お客様が一人っ子なら2割引き、お客様独身ですか、ずっと独身ならもっと割引しますよ、さらにヘビードッシュのサソリ座、この忌まわしい関係ならあなた5割引きになります。もうすごい癖が強い、いろいろペチャクチャ喋ってるんですけど、どうしようかなって迷ってる。で、条件を聞かせてくれって言われて、5000元手元にあると、あとプラチナの結婚指輪、これがあると。あー、プラチナですか、プラチナはですね、最近他の星でたくさん見つかったので、ちょっと価格の方がだいぶ下がってるんですが、はい、まあ5000元というところでしたら、パソコン、ドゥルルッ、調べるんですよ。でしたら、クモトウ人がいいですね、クモトウ星人っていうのを勧められるんですよ。クモトウ星人はプラチナ大変好きですし、いいですよ、クモトウ人の女性は非常にいいです。なぜかというと、まずあんまりうるさくない、全然うるさくない、しかもよく働くんです、性格もいい、無駄な要求をしない、とてもいい妻、とてもいい母になります言われるんですよ。そうなのか、でもなんか不安なんですよ、他の星人だしよくわかんないな、5000元と自分のもうほぼ全財産ですし、顔のこと聞くんですよ。クモトウ人どんな見た目 してるんですか、お客様いい妻というのは見た目にこだわるものではありません、見た目の話をしないんですよ。いいですか、クモトウ人の女性すごく素晴らしいですよって言われて、結局クモトウ人の女性決めたんですよ。で、3ヶ月宇宙船3ヶ月こっちに来るという情報が入ったんですよ。で、どんなのかなってパンフレットを集めて、3週間後にパンフレット届いて、パンフレット見てみたんですけど、まあ見た目も写真見てみたらそんな悪くないなと思って、3ヶ月経つんですよ、緊張してきた。そろそろ向こうはもう着いて、いろいろ検査とかも済ませてる。
で会社一日休み取って迎えに行ったんですよ。迎えに行ったら衝撃だったんですよ。まあ多少パンフレットは持ってる写真が載ってるってことは分かってますから、まあまあまあなんとなくパンフレットよりはグレードダウンしてるだろうと見た目的には思ってたんですが、それを自分の予想をはるかに上回るひどさだった。もう全然違うパンフレットと、まず背が大変高いんですね。背が自分このスーロン主人公よりも高いんですよ。スーロンよりも高いで、スラーッめちゃくちゃ手も足も全部細い、さーッで胸もストーンなんですよ。もうなんか身体的特徴がほとんどない。制裁パスポート、パスポ自分がこの星の人ですよって示すパスポートに女性って書いてなかったらもう信じられないぐらい、何の冗談だって思うぐらい女性としての特徴がなかった。何より顔が違かった。顔がもう目も鼻も口も全部もう真っ平らで、顔の中に押し込まれたようなピュンピュンいう感じになってるんですよ。そんなんある？って大ショックなんですよ。スーロやられたわ思って、でしかも地球の言葉何にも喋れない、英語中国語何にも喋れない。でなんかや安い翻訳機をね首にかけてるんですけど、それがあんま性能が良くないから変ななまった中国語を喋るんですけど、よろしくお願いしますみたいな喋るんです。はぁ、あ、マジかと思って、でタクシーで自分の会社員の数路、自分の会社の寮に住んでたんでそこに一緒に行くことになったんですよ。はぁ、あ、マジかと、タクシーの中で、ね、あーと思って、私はきっとご満足していただけると思います言うんです。はぁ、あ、タクシー運転手がプフとか言って笑ってんの、はぁ、あ、と思って、でも二人で行くんですよ。でもう寮会社の寮ではねもう噂になってるんです。スーロンがなんか他の星から奥さん取ったらしいよ。それで話題になってるんですよ。みんなどんな人どんな人で、みんなうわ来た来たってなって、うわー騒いでるんですよ。みんな結婚してる同僚も結婚してない同僚もバーバー騒いで、その夜か寮で歓迎会することになったんですね。でみんなお酒その奥さんに雲当時の奥さんに勧めるんですけど、全然もうピシャーあ何も動かないんですよ。でスーロンがもうイラついてというか、みんながすごい構ってくるからその奥さんの分もバッと全部すごい飲むんですよ。で、あーこいつか奥さんのことかばってるよとか言われながら、でわーわー盛り上がって、でみんな散っていって、でも疲れて寝てたんですよスーロン。あーでしばらくするとずっと雲閉じに座ってるんですよ、近くで寝もしないで、ベッドで寝てって言うんですけど、なかなか寝ないんですよ。ここはあなたのところです。で手差し出して何か見たら、プラチナの結婚指輪スーロンが出したやつ持ってるんですよ。これはあなたのものですって言うんです。えっ、スーロン、なんで受け取ってくんないのか。いえ、結婚って何のためにするんですか、その雲閉じが聞いたんですよ。結婚、今までスーロンそんなこと全然聞いた全然考えたこともなかった。人生が進んでいく中で当然途中にあるもの、それが結婚だと思ってた。特に深く考え、それは幸せになるためだろう、幸せに生活を送るためだろう、適当に言ったんですけど、その時はなぜか最初会った時ほどじゃない、その夜なんかちょっと温かい表情があるような感じに雲閉じが見えたんですよスーローには。あれと思って、ちょっとなんか温かく見えるな。でそのまま生活が進んでいくことになるんですけど、その会社員の寮で暮らしていくことになるんですけど、ずっと動かないんですよしばらく。で数日してそのスーロンのね同僚の女性たちがずっと見てて、なんかあの忍びないなというか、いろんなスーパーとかに連れてったりして、だんだん慣れてきたら働くようになったんですよ。結構物を片付けたりいろいろきれいにしたりで、次に料理も作るようになった。もう一日中いろんなことをして働いてるんですよ。でも口数はすごい少ないんですね。で何か要求することもない、ただ結構スーロンにずっと尽くしてくれる。そのうち毎日昼の弁当も作ってくれるスーロンのために、ああすごい嬉しいんですよスーロン。すごい献身的に毎日一日中働いてくれるから、すごい感謝した気持ち、感動してたんですよスーロンも。ああありがとう、こんなに僕のために働いてくれて嬉しいな。で結構環境にも馴染んできて、である日高層のちょっと高いレストランに、ね、予約をして、そこでコース料理を食べたんですよ。で一緒に二人で食べてて、ですごい高層ビル、すっごい綺麗なんですよ街並みは、都会でね。
で、それを熊本星人は見て、わー驚いてるんですけど、なんかその瞬間、いつもと違うように見た。すごい、恍惚とした感情をスーロン抱いたんですよ。なんだろう、すごい表情があるように見えた。感動したんです。もしかしたら、この熊本星人は仮面のようなものをつけていて、実際はすごい表情豊かだし、いつもポーカーフェイス、表情はよくわかんない。地球人から見たら、地球人が見てるからかもしれませんが、表情はわかんないんですけど、もしかしたら仮面をつけてるだけで、実際はものすごい表情もちゃんとあるんじゃない、なんかそんな感じがしたんですよ。でそんな中電話がかかってきたんですね。あの最初にスーロン の結婚を仲介したところから、今日が契約の最終契約を、なんて言うんだ、クーリングオフというか、契約を破棄する最終期限になってます。今後一切のトラブルは私たちは受け付けませんって言われるんですね。あ、そのじゃあ、スーロン最後文句言うんですよ。パンフレット盛るな言って電話切るんですけど、どうしたんですかみたいな、ポカーンとして見てるんですね、小松人が。いや、なんか君をね、あいつら商品のように扱ってるから、だから言ったんだよって言うと、小松人また外にさ見て、で一回小さくなずいてから、で大きく首振って、もうここに来るのはやめましょう、高すぎますって言ったんです、ね、いい奥さん家計のことをしっかり心配する、すごいいい奥さんなんですよ。でそうやって二人はまあいい感じに暮らしていったんですけど、スーロンに海外の使者に行かないかっていう誘いが来たんですよ。3年ぐらいかちょっと離れることどうしようって迷ったんですけど、給料はすごくいいんですよ。もし給料3年間働いてまとまったお金が入れば、地元に戻ってそこで商売することができる、うん、それがスーロンの夢というか目標みたいなものだったんですけど、それできたらいいなと思ってたんですけど、そうだな、行くって決めて、けど奥さんを連れてくわけにはいかないということで、熊本人の奥さんを自分の実家、両親がいるところに送って、そこで暮らしてもらうことにした。で3年離れちゃうけど、まあ肩身狭い思いするかもしれないけど頑張ってくれということで、実家に娘を、自分の妻を送ることにしたんですね。でもまだ自分の両親と熊本人の奥さんはまだ一回も会ったことなかったんですよ。でいろいろ奥さんに言うんですね。自分の両親はこうでこうで、自分の村はこうでこうで、いろいろ説明して、翻訳機もね、それまで古い方のやつつけてたんですけど、すごいいいやつを買ってあげるんですよ。いいやつ買ってあげて、まだ地球語喋れませんから、で送り出すんですよ。自分は3年間の海外出張というか単身赴任に行くんですけど、で熊本人の奥さん、自分の実家じゃない、スーロンの実家についてね、お父さんとお母さん見るんです。お父さんとお母さん最初スーロンと同じく衝撃を受けるんですよ。これが奥さんみたいな感じなんですけど、その翻訳機からね、声も良くなってますから、新しい翻訳機、お父さんお母さん言われた瞬間、もう感動で、もうついに息子が結婚したっていうことの感動でね、もう泣いて、もう出迎えたんですよ。でも周りのその小さい村ですから、結構保守的というかね、後ろ指さされるような感じなんですよ。いくら奥さんが欲しいからって、他の星からさ、あんなよくわからないのをもらってきたんだぜ、あんななんか特徴のない女性的でもない体なら結局子供も産めないよとか、いろいろ言われるんですけど、他の親戚とかからもバカにされるんですけど、お父さんお母さんもそれ気にしないで、聞かないふりにして、で3人でつつましく暮らすんですよ。でそこの田舎の生活にも慣れると、すごい働くんですね、熊本人の奥さんで働いて、お父さんとお母さん感動するんですよ。ああこの子すごいな、何かすごい要求することはないし、ちゃんとずっと働いてる、すごいいい奥さん、どん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 慣れ親しんで、しかも慣れていくにつれて、すごいなんか表情も分かってくるようになったんですよ。慣れて、あちゃんとこの子感情があるんだな、なんか機械みたいに動いてるだけじゃないってこともちゃんと分かった、すごい3人幸せに暮らしてたんですよ。でスーロンの海外出張は3年ですから、1年2年住んで、もうスーロンが帰ってくるまであと数えるぐらいになってきたっていうところで、会社から便りが届くんですね。なんだろうって見てると、スーロンが海外出張先で休みで出て、海辺にいたんだけど、津波が発生して、その津波に飲まれて行方不明だ、死亡はおそらく間違いないっていう便りが来たんですよ。もうお父さんとお母さん絶句して、あっもうお母さん倒れちゃうんですよ、ショックのあまり、すごいいいところで噛んだ、で倒れちゃって、
でずっとその世話をね熊本人の奥さんがすることになったんですよ。でお父さんは熊本人の奥さんに言うんですよ。君はまだ若い、未来があるから、ここでこうやっている必要はない、もう君の旦那さんはいないんだから話したんだけど、 ずっとお母さんの、義理のお母さんのね看病をしてあげるんですよ。ずっともうほぼ24時間近くにいる。あんま寝ないんですよ熊本人で。あんま寝なくてずっと様子を見ていろんな世話もしてあげる。そのうちベッドから出れなくなっちゃったんですけど、奥さんそれでもしっかり世話し続ける。でお父さんに聞くんですよ、義理のお父さんに、どうしたらお母さん良くなりますか、どうしたらこの調子が良くなりますか。もう厳しい、お父さん言うんですよ。もう精神的に完全にお母さん参っちゃってるから、自分の一人息子独身死んじゃって、もう孫を見ることもできない。ああ言ったんですけど、あ子供がいれば治るんですね、言うんですよ。大丈夫です、子供を作ります、言ったんですよこの当時。うんっていうこと、どういうことだって思ったんですけど、スーロンの死亡届が届い、死亡届というか行方不明の知らせが届いてから3ヶ月経った。なんかずっと夜ねお母さんが気づくんですよ。うーんってうめいてる。そしたら奥さんが熊本人のなんかうーんってやってる。お母さんって言ってるんですよ。どうしたのどうしたのって言った。うーんっつって、子供ができました、あなたの子供です、子供生まれたんですよ謎の。えでお母さん子供生まれてすごい可愛いんですよ。目もね大きくてパチクリしてて、ちゃんと目耳鼻あってで、すごい可愛いで、全然お母さんと似てないんですよ。この子供がどうやってできたか、お父さんとお母さん聞かなかったんですよ。聞かなかったけど、お母さんすごい孫ができて嬉しかった。だからあんまり深い詮索はしないで、素直に喜んで、すごい病気も良くなったんですよ。心もすごい回復した、孫ができたことによって。でさ、スーロンが死んだ届が来てから3ヶ月で子供が生まれたんですけど、その7ヶ月後にはもう3歳ぐらいでかくなってるんですよ。さすが地球人じゃないだけありません、ね、地球人のハーフかな、わかんないですけど、かなりでかくなったんですよ。ででかくなった、おすごいな、なんでこんなでか、まあそこはいい、他の星の子だから。でそうしてだんだん月日が過ぎて、そのなスーロンが死んで3ヶ月後に生まれて、で7ヶ月経って3歳ぐらいになったんですけど、その頃スーロンが帰ってきたんですよ。生きてたんですねスーロン、実は七を出して、うん、なんとか生きてた。で家の門のところ帰ってきて、でお父さんお母さん自分の奥さん熊本人、そしてそれが抱いてる3歳ぐらいの子供、えっもう全員ピッチャーになるんですよ。えっ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 みたいな、えっえっえっってなるんですよ。もう修羅場ですよね。もうスーロンはなんとなく想像するんですよ、なぜこの子供がいるのか、自分のいない間に何があったのか想像して、もう全然奥さんと喋んない、もう完全にシャットアウトしてね、バーンって。でスーロンのお父さんとお母さんもうこの関係は終わったと思ったんですよ。スーロンすい死んでると思って、孫もそのショックをね孫でなんとか紛らわして、よくはやってたんですけど、スーロンがいない間にいないなりに、けどスーロンが帰ってきて、うーんこの生活の関係ももう終わりだなと思って、けど結局親子鑑定することになったんですよ。その子供は一体その熊本人と誰の子供なのかってことが知りたかったから鑑定に出すことにしたんですよ。でそれでもう家族4人あ5人かみんなで行って、で検診受けてもらって、で結果はね、お父さんとお母さんと奥さんはホテルで待ってることになったんですよ、あと子供も。でスーロンだけが医者からその受けるんですけど、もうスーロンは早く終わらせたい、もうこんなんありえない、俺は裏切られたと思ってるんですよ。誰の子だか知らないけど、早く検査結果くださいって医者に言うんですけど、医者なんか興奮気味なんですよ。あーすごいですねこれ、こんな数値今まで私見たことありません、何ですか、いいから早くそれ、もらえませんかって、いや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 、お聞きしたいんですか、あなたの奥さんって熊本人ですか。あ、うん、あそうですけど、熊本人ですけど何か。すごいですよ、この子供には父親がいないんです。え、父親がいない、そうです、父親がいないんです。いいですか、熊本人っていうのは単性生殖が可能なんです。つまり
自分自らで子供を作ることが可能なんです。しかしこれに蜘蛛頭身というのは女性が非常に多い環境になってるんです。これ地球と逆なんですよ。このスーロンがいるところでは男性145、女性100の男性が多いんですけど、蜘蛛頭身の星では女性の方が全然多い。だから子孫を繁栄させることができないから、女性は別の進化をした、女性だけで子供を産めるようにしたんです、ね、けどこれには大きなデメリットがあって、これにはでもね大きなデメリットがあって、女性一人で妊娠するわけですから非常に多くのエネルギーを使うことになる。だから多くのエネルギーを消費して寿命を削ってしまうんです。その瞬間衝撃が来るんですよ、スーロン。まずいと思って、自分はてっきり他の男と子供を作ったのかと思ってたけど、そうじゃなかった、そういうことだったのかと思って、急いでホテルに行くんですよ。バーッてホテルにバーッ絵あげると、自分のお父さんとお母さんとその子供はいたけど自分の奥さんがいない。ただ机の上にプラチナの結婚指輪が置いてあったというところで話が終わるんですよ。もうこれ最初読んだ時もうええー、思ってめっちゃ感動して、ああやばいと思って、蜘蛛頭身の奥さん、お母さんの調子が悪い、しかも義理の奥さんですよ。ただ2年間一緒に暮らしただけの自分と会ったばっかりの弟が、夫がね単身赴任でいなくなったから一緒に暮らして、それで体調がすごい悪くなったんですけど、それでもそのお母さんの義理のお母さんのためにいろいろしてあげて、さらに子供がいれば良くなるんですねっていうことを聞いた、精神が良くなるから、だから自分の寿命を削ってまで子供を作ってあげた。そしてそのことを深入りして聞かれなかったから、自分はあんまりおしゃべりなタイプではないというか、ほぼ喋りませんから、自分から何も言わなかった、言い訳も何もしなかった。スーロンが帰ってきてその関係が悪くなっても何も弁解しなかった。そこがちょっと不器用なところで、なんでなんだよ、それちょっとちゃんと言い訳してよ思うんですけど、けど最後にスーロンと、結局スーロンが知ったとなれば後でみんな知れますから、その事実をという儚いね、スーロンがもうちょっと進んでるところでもう間に合わない、自分の式を周りの人には見せずにただ指輪を置いて姿を消した。その指輪はとてつもなくこの世のものとは思えないほど光り輝いてる、ずっと磨いてたから、そういう美しいプラチナの結婚指輪という話になってます。他にもね面白い話、この時の兆しの中にはたくさんあるので、いやでもこのプラチナの結婚指輪1位2位を争うぐらいこの本の中でも感動する話になってるので、ぜひ本でね読んでほしいと思います。それではさようなら。